はい。三福祉士資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。社会福祉士資格合格講座の77となります。就労支援サービスの単元から、今日は障害者就労サービスについてやっていきたいと思います。一問一答必須の17問作っております。今回もですね、障害者の就労のサービスということで重要なものばかりを集めております。何度も見て聞いて覚えてください。聞き流しても結構ですのでね、記憶に焼き付けてくださいね。それでは行きましょう。就労支援サービス編、障害者就労サービスです。1番、障害者総合支援法の中の就労支援サービスは4つあります。答えましょう。はい、就労移行支援。就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型、で、地域活動支援センター。この4つですね。一応頭に入れておいてください。2番、就労移行支援事業について、利用対象者は何を希望されている方でしょうか。はい、一般就労を希望されている方です。で、年齢はどうでしょうか。65歳未満で就労が見込まれる障害者。となります。3番、就労移行支援事業は一般就労等への移行に向けて実習や作業活動を行う場でありますが、標準利用期間はどれだけでしょうか。はい、24ヶ月以内、2年以内ですね。では、生産活動にかかる知識、能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能なものが利用するサービスは何というでしょう。はい、それを就労継続支援事業 A 型と言います。4番、就労移行支援を利用しましたが、一般企業への雇用に結びつかなかったものや、一定年齢に達しているもの、50歳が利用するのは何でしょうか。はい、それは就労継続支援事業 B 型と言います。では、A 型と B 型の違いは何でしょうか。B 型は雇用契約は結ばずに利用しますが、A 型は雇用契約を結んでの利用となります。A 型と B 型の違い、要チェックです。はい、5番です。地域の中で地域住民と交流を持ちながら生活していくためのサービス。で、手芸品の作成であったり、販売、公園等の清掃活動、レクリエーション活動など、社会で孤立するのを防ぎ、地域に根ざした居場所づくりを提供するサービスは何でしょうか。はい、地域活動支援センターと言います。6番、一般就労へ移行したものの生活面での課題を把握し、企業や関係機関と連絡調整をし、課題の解決の支援をする事業は何でしょうか。はい、就労定着支援と言います。では、このサービスの利用期間の上限はどれだけでしょうか。はい、上限は3年間ですね。最長3年間となります。7番、公共職業安定所、ハローワークが実施するもので、障害者を最長3ヶ月間試行雇用できる制度は何というでしょう。はい、それをトライアル雇用と言います。では、この制度を利用すると、受け入れ事業所には何が支給されるでしょうか。はい、奨励金が支給されます。トライアル雇用は奨励金が支給ということです。あと3ヶ月間の試行雇用ですね。覚えておいてください。8番、ハローワークの事業で、精神障害者を短期間の就業から試行的に雇用に取り組む制度は何でしょうか。はい、それをステップアップ雇用と言います。この制度を利用すると、受け入れ事業主には何が支給されるでしょうか。はい、これも奨励金が支給されます。精神障害者はステップアップ雇用、覚えておきましょう。9番、ハローワークの事業で、障害者等を継続して雇用する事業主に対して、賃金の一部を助成するものは何でしょうか。はい、それを特定求職者雇用開発助成金と言います。これは必須です。必ず覚えておいてください。10番、生活保護受給者に対する就労支援を実施するもので、都道府県労働局長が委嘱する非常勤職員のことを何というでしょうか。はい、就労支援ナビゲーター、または就労支援コーディネーターとも言います。全国に1箇所設置されており、職業リハビリテーションに関する研究、技法の開発、専門職員の養成等を実施するのは何というところでしょうか。はい、障害者職業総合センターと言います。これも覚えておいてください。11番、全国に2箇所設置されており、障害者職業能力開発校や医療施設等と密接に連携した系統的な職業リハビリテーションを実施するところは何というでしょうか。はい、広域障害者職業センターと言います。これは全国に2箇所の設置です。12番、全国47都道府県に設置され、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを実施するのは何というところでしょうか。はい、地域障害者職業センターです。これは47都道府県です。では、そこが実施する専門的な職業リハを3つ答えましょう。はい、1つが職業評価等。2つ目が職場適応援助事業。で、3つ目が事業主への相談援助となります。この3つもですね、ちょっと頭に入れておいてください。13番、職場適応援助事業について、何の要請及び研修を行うでしょうか。はい、職場適応援助者、ジョブコーチの要請及び研修を行うですね。では、職業評価や職業リハビリテーションカウンセリングなどの専門知識、技術に基づいて職業リハビリテーションサービスを行うのは誰でしょうか。はい、障害者職業カウンセラーと言います。14番、障害者の就労先の事業所に出向いて、障害者や事業主に対して、障害特性を踏まえた専門的な援助を行うのは誰でしょうか。はい。職場適応援助者、ジョブコーチ。これもジョブコーチがやります。ジョブコーチかなり必須ですのでね、覚えておいてくださいね。15番、全国に335箇所設置。令和5年元年の4月現在ですが、され、障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の拠点として、就業面及び生活面における相談支援を実施するのは何というところでしょうか。はい。障害者就業生活支援センターと言います。では、ここは何という法律に基づいて設置されるでしょうか。はい。障害者雇用促進法に基づいての設置なんですね。障害者の方ですね、総合支援法に基づいて、設置される相談支援事業所もあるんですが、雇用促進法、障害者雇用促進法に基づいて設置される相談機関が、障害者就業生活支援センターというふうに、ちょっと分けて覚えておいてください。ややこしいですね。16番、障害者就業生活支援センターでは、就業支援と生活支援に係る職員が在籍します。職名を2つ答えましょう。はい、就業支援担当者と生活支援担当者。そのままですが、覚えておいてください。17番、全国に19カ所設置されており、障害の特性に応じた職業訓練、技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施するところは何というでしょうか。はい、障害者職業能力開発校と言います。では、ここは何という法律に基づいて設置されるでしょうか。はい、職業能力開発促進法という法律に基づいて設置です。このあたりもですね、ちょっと詳しいところなんですが、頭に入れておいてください。はい、今回ですね、就労支援サービスの単元の中の障害者就労サービスに特化して取り上げております。今回もですね、品質のワード、覚えておくべき語句を一問一答形式で17問にコンパクトにまとめております。すべてですね、重要なところですね。ジョブコーチであったりですね、ちょっと専門的な用語が出てきますが、難しいんですが、けどね、整理して、頭に入れておいてください。障害者の方はですね、結構、障害者総合支援法であったり、今回のような、就労に特化した法律もありますのでね、整理して覚えておいてください。何度も繰り返しこの動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流しても結構ですのでね、なんとか、記憶に焼き付けてください。はい、社会福祉のね、一問一答動画もどんどんまた出していきますので、よろしくお願いします。以上です。